エスト鉄道241系蒸気機関車は、フランスのエスト鉄道で使用されていた蒸気機関車。ヨーロッパでは、初となる、車軸配置4から8から2のマウンテン級機関車。1925年から41台が製造され、フランス東部の幹線で、急行や高速旅客列車の経引に活躍した。1937年に、 フランス国鉄が発足すると 241A 型の形式名が与えられ、アンドレ・シャプロンの指導で細部に改良を加えつつ、さらに49台が製造された。1号機と65号機の2両が保存されている。65号機は胴体保存で運行可能なヨーロッパの蒸気機関車の中では、フランス国鉄 241P に次いで2番目に大きな機体である。 241A65 は2017年の映画、オリエント急行殺人事件で、物語の舞台となる列車を牽引する機関車のモデルとなり、撮影にも使用された。スイスで行われた撮影では、実際に機関車を走らせ、運転席での操縦や大枠部の駆動する様子、走行音等が収録された。機関車の全体像及び客車内のシーンは、 走行機能のない実寸大の模型を製作しての撮影が行われた。セットの基本的な外観は 241A 型を踏襲しているものの、煙室扉にヘッドライトが取り付けられたほか、除雪用のスノープラグが前方につくなど細部に違いがあり、幾分か米国旗的な見た目になっている。また女、煙板は本機と同じ形だが、前後が逆に取り付けられている。 ロスピー127、ありがとうございます。